桜島から行って、でそこからスーッと行って中福寺経由で行くのもいいですし、杉から草津線っていう、杉からじゃない、草津から杉、行ってもいいし、学園都市線乗ってくっていうのでもいいな、そういうようなパターンでもいいな。とりあえず難波から桜島目指すか、それだけ。あ、すいません、いいですか。はい、これですね。で、次は行くのはどうせこっちやろ。よし、でとりあえずこれでどこまで出れる？なんか天王寺まで、とりあえずこれ乗ればいいか。よし、まあ、ここからは、先発こっちか。王子木、普通に帰ってくれたらこのまま王子まで行っちゃったら楽なんですよね。忘れとった、忘れとった。ちょっと歌うちゃう、あぶれあぶれ、忘れてましたね。これ今日の企画何しに来たの。あ、どうせここ見えないで知ってますけどね、一応中止とかな、始まりませんからね。はい、ターミナル、これね、ターミナル、よし、そりゃこれをしに来たんだ、そりゃここも目的地の一つだったわ。すっかり忘れとったわ。よし、あ、まあ出発まで時間ありますからね。大阪の中ではちょっとゆったりしてますからね、ここは。さっき今宮一駅ですね。で、これで西九条に回ったらいいか。ちょっと回りが大事かな。まあ、さっきまで3時間に1本の電車とかで撮ったのと違って、こっちやったら全然いくらでもやってきますからね。大阪環状線ですからね。よし、あー、すいませんで、草津線、あー、すげえ草津、あー、すげえ草津か、マジか。そうすると気づかん回るか、気づ、あ、と、いや、とりあえず西九条あっちの方に行くのには問題ないで、西九条が234ホテルやんか、ここ多層建てなんですよね。新今宮天王寺行くのは上にやってきて、内回りは上になって、外回りと難波方面かの両方面がここにちなる。今内回りの電車が行ってるんですよね、音するけど。
放送もそうですね、3面4線っていう形になるのかな、これで言い方的には。で今なっとるのは難波方面ってやつかな。そう、このでっかいコーナーのところやね、今見やすね。あ、こっちや。うん、試運転またマニアックなの来ちゃったね。一回運転停止するんよ。こんなマークあるんですね。今宮まで来たんで、西九条から乗り換えていったらいいですね。大阪からやったら直通で行くやつとか確かあるんですけどね、ぐるっと回って。はい、いや、そっちで行きましょう。西九条からこれで最初はこうやって行こうと思ってたんですけど、これが一番早いんですよね、新快速。ここで新快速マジック使いますからね。やけどここが全滅っていう情報なんで、そうすると京都からこれで行くよりは、どうせやったらもうちょっとめんどくさいですけど、京橋から学研都市線ありかな。学研都市線ってそれ乗ったことないもんな。京橋乗り換えで行こうか。それかなんかちょっと面白そうな行き方見つけたら、ってか帰りね、ユニバーサルシティなんですけどね、で混むの嫌なんでね、なんか桜島からうまいこと回避する方法ないかなって、多分ないですよね、これさすがに。よいしょ。次も通過、うん、あれえ17分までこれやんねや。なんでしょうね、天下の今宮を通過していくとはね。天下の今宮、なんか天下っぽい感じがするな。違う、天下っぽいのはあれや、天下茶屋があるからか。天王寺とか天下茶屋が全然天下っぽいか、うん、あの南海の方ですけどね、うん、こうなったやね、天下茶屋、うん、はあ、いやー今日でもまさか南部とこ桜島生まれると思いませんでしたね。ワンチャン東ハグルも行けたらなと思ったんですけど、さすがにそうやってるとちょっと大変そうなんで、また大鳥関空和歌山市はここで一つ和歌山編って感じにするのかな。どっちにしろだってあっちも残ってますしね、北陸の方面とかも残ってるので、いやさすがに無謀すぎましたね、無謀すぎたのにあんなことやってましたもんね。なんでこんな中の方から撮っとるかというと、単純に暑いからです。そうか、大和路快速は今宮通過するのか。あと普通の切符の鬼じゃないから別に新間宮から乗ったってよかったんだ。別にあのキセルにはなりませんもんね、あの周遊券やから。来てるね、この時と。何だ、
空海賊も今宮通過線か。さっき前次電車が来るの3時間後とかっていうひどいところ、どこだ、ああそこか、上本山、あ上本山みたいな、長友本山か、あそこに行ったら次の電車は5時間後とかで、だから6時間後とか言ってましたもんね。5時間6時間で来たのか、7時に最終出た後18時に乗っとったのか、9時間かこれですね。おお。そうか、今 USJ のあれでやってますね。いいね、大阪来た感が出るな、なんか。旅行専用車やもん、こうやん。